裏切り者は必ず罰せられる。しかし決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば。お父様に。無理だよ。たとえリネ兄ちゃんでもお父様との差は。で、旅人、今召使いとリネたちが決闘するって。もし負けたらあいつら。クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？フンヌは衝動を引き起こし。召使いがわざと負けてくれたらいいけど、あの表情からして。普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなく、必要なとき君たちが最も適切だと思う選択を持ってハウス・オブ・ハースを一度だけ助ける。どうしたんだ？おい、どこ行くんだよ！旅人？一緒に召使いに挑むのか？許可しよう。ちょうどここを決闘場にすれば良さそうだ。君たちに望むのはただ一点、武器をしっかりと握り全力で戦うことだ。油断すれば命を落とすことになる。私と打ち合う。逃げるな。この燃え上がる炎で。今だ。少しはまともになってきた。具現せよ。風の家を叩きよ。行きましょう。この燃え上がる炎で。破滅の時なり。連機過信。煉獄の光栄に過ぎぬ。そこだ。ご助力を。おらおら、剣を振らないといけないなんて。燃え上がる炎で。焼き尽くした刃。さあ見届け。ヘルトイン。
これで君の本心を覗けるか。守りきれなかった。一箇所に固まらない方がいい。知っています。頼んだ。ごめんなさい、お父様。己の力のなさを謝るのか。抜け出したのか。予想よりも少し強いような。だが私にはまだ勝てない。ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん大丈夫？リネ、約束通り決闘の勝者である私。お願い、こんな形でお別れすることになるなんて。ただリネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアール、預けていた兵中の炎はまだ持っ はい。何に使われるか分かりませんが、ずっと大切に保管しています。後ほど彼らに飲ませろ。兵中の炎。ああ、ある極秘実験の産物で、特殊な条件下で私の体から剥ぎ飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後君たちの体はそのままに、記憶だけが焼き、その激痛に耐えられれば再び目覚めた時、君たちはハウス・オブ・ハースに関する全て、言い換えれば私はハウス・オブ・ハースで育った。人の記憶は実に不思議なものだよ。お父様、あ、私たちを許してくださる。誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。今私の目の前にいるフィリオールは劣化に。それでも、それでも期待を裏切ってしまい申し訳ありません、お父様。でも私。もう泣くなフィリオール。まだ家にいる限り家のルールは守ってもらう。フンヌは衝動を引き起こし
感傷はためらいを生む。感情に心を左右されるな。はい。涙を拭いて、君たちが望む人生を。はいはいはい。シャプロ、フォルツ、アイロワール、彼らをポワソン町まで連れて行ってくれ。兵中の炎は三つ余分に用意した。あとは皆達者で。次に会った時、私はもう君たちのお父様ではなくなる。これまで家のために貢献してくれたこと感謝する。お父様。みんな行こう。リネ兄ちゃん、俺の肩につかまって。ありがとう。クリーブ。やっと話していいの？ずっと見てたんだよ。本当にペルビーだ。久しぶり。もしかして私ミラ。どちらでもない、クリーブ。君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。クリーブがショックで固っ。あ、そういうことだ。うん、うん、ペルビーが言ったんだもの。それになんで私が今の姿になったかより未来がどうなるかの方が気になるの。ペルビーが執行官教えてくれる？ペル、君は運命と向き合い、最初は誰も君の話を信じなかったよ。だから君は月に悩みを打ち明けた。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。お母様が君を生かしておいたのは。だがそれでも君は諦めなかった。それに対し君は皆で団結して引き分けにすることで犠牲を減らそう。君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが16年間私はずっと自由を追い求めてきた。そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと、もう一度選べるとしても私は同じ選択を。そうか。君が追い求める自由。ハウス・オブ・ハースのお父様として子供たちには最低、フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付け。無論彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。それで十分。私から見たペルビーは優秀。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて本当によかった。まあ心残りがないって言えば嘘になるけどね。私ならちょうどよかった。こちらの二人の客人は様々な国を訪る。本当？もちろん。おい、実は私銀ダイヤを引きながら自由な。なるほど。モラはそう。もしモラがあったら新しいスカート。でもペルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も多分もらってくれないかも。あなたが言ったよ、絵本で怖い顔をしてて頭に角を生やしてるのは見たことある。それって鬼だろ。もちろんオイラ。お母様に戦い方を教わってた。教令院で授業を受けるときはこっそり勉強以外のことを。冗談だよ。まさに危機一髪。リネたちは。え、そんな。それで、その時名探偵パイモンが登場して。一体どうやって。早く知りたい。かはんよ。残影は学習や成長することができない。
クリーブ。あ、影の下でハウスオブハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウスオブハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？あ、忘れてた、もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベール。元気でね。じゃあまた。あ、来世で会おう。